ワーター学校自慢大会天眼小学校。イエーイ、上手よ。本番うまくいくんだな。上等だったね。はい、ワッター学校自慢大会天眼小学校 MC の柳井門でございます。よろしくお願いします。はい、では天眼小学校から3人の可愛いお友達が来ております。では自己紹介どうぞ。と横田理子です。江原さゆりです。室見里ゆねです。はい、拍手よろしくお願いします。緊張してるでしょ。大丈夫大丈夫。よし、よかったよかった。いきますよ、ね、大丈夫だよ。10万人しか聞いてないからね。 OK。 ではどっかで行こう。リコから行こうか、はい、リコの特技を聞きたいんですけども、特技は何でしょうか。と琉球舞踊です。琉球舞踊、リコ、はい、琉球舞踊をやってるの、はい、もう何年ぐらいなんですか。と8年。8年、自分人生の半分以上は琉球舞踊に捧げてますと、はい、いうことで、はい、ね、もうこれはまたずっとずっとこうやっていきたいなっていう感じですかね、はいはい、琉球舞踊、舞踊のこの楽しいところって何ですか。うん、深いよね、うん、まあ楽しいよね、はい、はいはい、サリー聞いていい、はい、ね、特技、はい、計算ですね。計算、計算で、お金の、何の計算。そろばん、そろばん入ってて。あ、そろばん入ってて、うん、計算するのが得意と、うん、まあ、先ほどのなんかどっか小学校ありましたが、フラッシュ暗算とかもできる、うん、あ、フラッシュ暗算は一応苦手です、うん、今から計算もそろばんでももうそろばん使わしたらもう右に出る者はいないですよっていうぐらいあ、いいじゃないよね右に出る者いっぱいいますよとね、そんな中ですね、読書も好き、そろばんも好きということで、読書好きな本は何ですか。好きな本は、うん、なんか映画にもなった、うん、君の膵臓を食べたいっていう。なんて、なんか君の膵臓を食べたいっていう。食べたらまずいだろっていうのが面白かった、はいはいはい、物語で、物語で。おお、言うね、はい、言うね、緊張してるまだな、カチンコチンになってるけどほぐしてよ、ね、はい、特技なんでしょうか。ピアノです。ピアノ、はい、ピアノもどれくらいやって。8年です。8年、はい、どっから8年聞いたけどいや、琉球舞踊8年、同じくらいやってるの、はい、ね、8年。じゃあもうすごい、もう何でも弾けるみたいな楽譜見たら大丈夫、はい、猫踏んじゃった大丈夫、はい、ああ、じゃあもう猫踏んじゃったできれば大体もうプロですよもう嫌ないもんからしてみたらもうピアノできればすごいですよね。そんなこうやっぱりこう習い事もピアノをやってますよと、はい、いうことで、趣味読書、はい、どんな本が好きですか。漫画が好きです。あ、漫画、はい、どんな漫画が好き。ハイキューとか集めてます。あは、もう大体もう暇があれば大体漫画見てるかなっていう感じで、はい、はい、そうです。でこう今3人ね、こう今日来たわけですけども、今回ワッター学校自慢大会ということで、天眼小学校でも多分たくさん学校自慢があると思います。その中で皆さんにちょっと発表してもらおうかなと思うんですけど、大丈夫ですか。はい、大丈夫。じゃあ柳井門が今から天眼小学校の学校自慢は何ですかって聞きます。その後に答えてください。いきますよ。それでは天眼小学校の学校自慢は何ですか。朝の活動です。朝の活動、うん、朝の活動、朝の活動が学校自慢、はい、他にもある。他には、うん、コロナで行事が潰れていく中、うん、いろいろな行事、ガン君を探せっていう、うん、なんてなんて、ガン君を探せ、ガン君、ガン君っていうなんかキャラがいる。キャラ、去年天章のキャラクター、うん、キャラクター、ガン君、そうです。で、このガン君はどこにいるわけ。これを見つけに行くわけ。そうそうです。あ、また楽しそうな学校だな。そしたら言葉が揃って、うん、そしたらガン君を見つけ出して、そうそう、ああ、こう楽しそうだなそういったのがこう毎日学校でこうあるということで。でも挨拶とかも結構盛んですかね。あ、学校は挨拶も朝からもみんなちゃんとおはようございますっていうのもできてる。はいそれで目が点になってるけど大丈夫だよね。挨拶もしっかりできてる学校ですよね。はいはい、そうですよね。で、下級生も上級生もみんなが仲がいい学校。あ、仲がいいです、仲がいいです。これ大丈夫、これ一番大事なところ。これは大丈夫だ、ね、大丈夫、ちゃんと仲良しにしてる学校ということで、
よろしいですかね。はい。じゃあ今もう学校自慢ね聞いたわけですけども、逆に3人から天眼小学校にお願いしたいなっていうことがあれば聞きたいんですけども、天眼小学校に何かお願いしたいことがあれば、こういうことをお願いしたい、もっと眼根を増やしてほしいなとか、うん、何かお願いしたいことがあれば。何もない、もっと挨拶を増やしてほしい。これいきましょうね。じゃあ今から柳井門が、はい、じゃあ3人から何か天眼小学校にお願いはありますかって聞きますので、今言った話をね、リーコーが言ったことを言いましょう、はい、ね、いいですか、はい、はい、じゃあ3人から天眼小学校に何かお願いしたいことはありますか。と、もっと挨拶を増やしたいです。挨拶を増やせる学校に、やっぱりこれまだ挨拶ができてない部分もあったりするのかなって。大体は何パーセントぐらい、大体。うーん、あの挨拶されたら返す子はいるんですけど、うん、自分から進んで挨拶がいけないかなってな、うん、それはどのやっぱり6年生一番 上級生の子たちがやっぱりかあの先頭に立って挨拶をしていくっていうのが一番いいのかな。ああ、そうだね、それとも一番年下の1年生2年生がいっぱい挨拶すればいいんだよっていう話なのか、どっちかな。6年生が、うん、もう活発的にこう挨拶ができるようなそんな学校になってほしいな。多分今からもう3人はもう今年ね3月で終わって4月か中学生になると思うんですけども、まあ託す5年生にね、今から5年生か6年生に上がってくるにあたってもっともっと挨拶ができるようなね、そんな明るい学校にしてほしいなっていうのことがですね、3人の願いでございます。でよろしいでしょうか、はい、もっとあるなんか天眼小学校にお願いしたいこと。天眼小学校大丈夫？なんか落書き、うん、なんか落書きがちょっと今年は多くて、うん、あと廊下走る人も多くて、うん、そういうところを減らしてほしいな。あ、ちょっとね、やっぱり危ないところもあったりするから、ね、まあ、落書きもしたらいけないし、ね、落書きもなくせて、ね、また廊下も走ったら危ないですよってやっぱり上級生の子が下級生の子に教えるような、ね、形で行くのもやっぱり大事なので、事故が大きい事故が起きない前にね、下級生の皆さん、また上級生の皆さん、絶対天眼小学校走ったらダメですよ廊下は歩くもんでございます。走るんだったら運動場で走ってくださいっていうね、はい、でそんな感じで言ってますので、ぜひともよろしくお願いいたします。で3人にね、天眼小学校だけじゃなくて何でもいいですね、一つみんなで一言お願いしますっていう質問をします。何でもいいんで一言お願いします、うん、大丈夫ですか、はい、ね、はい、今日天眼小学校から美女3人組が来ておりますね、3人から一言お願いします、どうぞ。あ、お願い、お願い、違う、一言、さっきの、うん、の天照楽しいすいません、もう一回ですか、全然楽しくなかったわけ今もっと楽しくは OK せーのって言うよ、はい、じゃあいきますよ皆さん、大きい拍手の準備お願いしますよ、ね、天眼小学校美女3人が今から一言言いますはい、3人から一言どうぞ。天照楽しい。はい、拍手ありがとうございます。はい、今回ですね、ワッター学校自慢大会天眼小学校から横田理子です。上原さゆりです。村見里ゆうねです。そして柳井門でございました。どうもありがとうございました。拍手。